ブラーズ。最初のキッカー小笠原決めました。中央決めました。11得点。そのハーフナーマイクも決めます。まずは最初のキッカーはどちらも成功。は。ここは合ってましたがキムスには触れませんでした。西も成功、きちっとドライですね、はい、そしてニュートンです。おお、反応はしましたが体に当たりましたが決まりました。2人目成功。ドンピシャだったけどね、2人目までどちらも成功。今度は中村敦坂です。中村敦坂3人目、手に触って入ってないか、はい、止めた、止めましたよ。キムスンギュ止めた。3人目、決めます。3人目成功。3人目まで全て成功の神戸、うん、決めます。4人目成功。技術はしっかりしてるね、はい、選手ですよね。どこを狙うか。藤田も決めました。4人まで全て成功のヴィッセル神戸。5人目決めます。育ち岩波が準決勝進出をもたらすか。岩波決めた。ヴィッセル神戸準決勝進出。鹿島アントラーズを破りました。天皇杯準々決勝 PK 戦の